入ってない。これ入るかな。入るかな。あれ？マックブックちゃんが。こんにちは、シエルです。最近ね、私ずっとリュックをね、探してたんですよ。ようやく見つかったので、今日はそちらの紹介と、あとはカバンの中身を紹介していきたいと思います。私バッグとかリュックとか毎回マイケルコースで買っちゃうんだけど、海外の方がね安いんで、海外旅行の時にいつもバッグ買ってるんですけど、久しぶりに日本で購入しました。はい、ようやく新しいリュックに出会えてすごい嬉しい。マイケルコースのお水ももらいました。あとステッカー、あとこちら3万8000円ぐらい買うともらえるってやつ、スマホのなんちゃら、あとうちわももらいました。うん、嬉しい。もう夏終わりだけどね。はい、ということでこれが新しいリュック、開けてみましょう。半年以上ね、いろんなお店でリュック探したんだけど全然なくて、ようやくこれだっていうのが見つかりました。出していきます。はい、こちらを購入しました。色はブラックです。はい、ちょっとじゃあ背負ってみるよ。あー、かわいい。どう、可愛くない？ちょっとだけ大きさが大きいかなと思って悩んだんですけど、でめちゃくちゃポケットがあって、まず1個ここでしょ、外側のここが一番メインの色入るとこ、こんな感じ。この手前の方にもね、ちっちゃいポケットがあって、後ろ側にもポケットがあって、でそこにジッパー付きのポケットもあります。なんか引っ掛けられるところもあって、メインの入り口を閉じるじゃん。後ろの方にもジッパーがあって、ここにも入るの。このリュック A4 サイズがスポッと入るというぐらい結構大きめのリュックです。ちょっと海外ドラマの雑誌を入れてみます。お、 A4 サイズ入れても結構余裕ある感じ。うん、これ入るかな。ちょっとこれ入るかやってみようか。50万円ぐらいするこの私のパソコン MacBook Pro、 これ入るかな。ちょっとやってみようか。入るかな。あれ、 MacBook ちゃんがちょっとだけ引っかかってる。気持ち引っかかってるんだけど、入った。ちょっとだけここが角張ってるけど、なんとパソコンが入っちゃった。すごっ。これからはパソコンも持ち歩けちゃうという、そんなリュックです。ちなみにお値段がね、税込みでね4万9000いくらだったんで、まあ、約5万円ぐらいですね。うん、なんかマイケルコースの他のリュックよりは気持ちやすいんだよね。数万円ぐらい、海外とかで買うともっとさらに安い、3万いくらで買えるのかな。うん、だと思います。私マジシャンやってるんで、いつもねキャリーケースなんですよ、お供が。テイムズバッグよりもね、こういうリュックの方が移動しやすくて、そう、すごいリュックが好きで。ということで、ちょっと私の普段の持ち物も紹介していきたいと思います。こちらがずっと愛用していた、もうボロボロのリュックです。これもマイケルコース、これは3年ぐらい前に買ってね、スタッツも取れてるしね、この引っ張るところも取れちゃっててね、もうボロボロなんだけど、このリュックが大好きでさ、マイケルコースだとこの形のリュックはいっぱいあるんですよ。今だったらね、この間見た時は茶系とか、まあ、黒とか、そうそうあったんだけど、なんかあんまりときめかなくて、新しく買ったやつがすごい良かったなって。バッグの中身紹介ということで、新しいこのリュックに入れていきたいと思います。最近買ったばかりの手帳です。私はもうね、仕事のスケジュールは絶対手書き派なんです。で、まあこれね、フリクションペン、スマホの時代になったけど絶対手書きでね書きたい人で、はい、いつもこんな感じで持ち歩いてます。アナスイの鏡、この小ささがお気に入りで、マジシャン用のトランプ、これが今めちゃくちゃお気に入りでね、はい、使いやすいんですよ。あ、普段あんまりマジック道具持ち歩かないんだけどね。あとメイクポーチ、そしてはい、お財布です。ポーチとこのお財布はルリア 4°C のものです。手のひらサイズの大きさですごい気に入ってます。これはケイトスペードのもので、本当はカードケースとキーケースかな。ここに絆創膏とか薬とか入れて持ち歩いてます。これはフルラの名刺ケース、
最近名刺新しくしたんですよ。私の名刺の裏です。はい、SNS やってるのでチェックしてください。歯ブラシ、ケープ、ポニーテールするからね。ビトンのキーケース、スマホの充電器、ジルスチュアートのハンカチ、傘、これは海外ドラマのゴッサムっていう作品の傘で、ゴッサムが始まった当初にね、いろいろイベントのお仕事もさせてもらって、キャストさんの来日インタビューとかもやらせてもらって、それでこの傘をもらいました。かなり量入ります。まだこの半分から上が余ってる感じだから、多分私これに飲み物持ち歩いたりもするので、飲み物入れたりとか、あと取材とか行くときにカメラも持ってるので、それ入れても結構余裕あるかもしれません。マイケルコースのリュックの好きなところがね、このね、肩にかける紐がね、細いからね、可愛いんだよね。結構ガッチリした紐のものが多いと思うんですよ。多分肩とかもさ、負担がかかるからでしょうね。肩に負担かかってる感じもしないから、すごいね、気に入ってるんですよね。そう。だからね、リュック選ぶとき結構この紐も私見ちゃう。なんか、がっつりしてるのあんまり好きじゃなくて。私はブラック買ったんだけど、白もあって、すごい悩んだの。最初白買おうと思ってたんですけど、結構大きいので、白だとかなり、こう膨張してというか、かなり大きく見えるなと思って、黒にしました。はい、ということで今日は新しく買ったリュックの紹介動画でした。はい、今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。